はい、国家一級整備士高橋直樹です。皆さん、車に乗っててですね、異音というものを、気になる方結構いらっしゃいます。その中で、異音といっても、異音というのはまずその音ですよね。変な音、なんか普通じゃない音。その異音の中にもいい異音、いい異音っていうのはおかしいんだけども、危なくない音と、これは危ないなという音が、あります。でその中で、今日はその良くない音の一つなんですけれども、あのベアリングという部品があるんですよね。ベアリングなんですけれども、実はすごい働き者で、タイヤって高回転しますよね。それを摩擦抵抗なくとりあえず回してあげるという役目が一つ。あとはこの重い車を、タイヤでまずとりあえず支えてるじゃないですか。それを支えてあげる、重量を支えてあげながら高速でタイヤが回ってる。でその中に、ベアリングという部品が、組み込まれております。それでですね、最初だとあまりそんな大きな音はしないんですよ。実はだんだん走ってて、あれなんかすごい走ってて、なんか後ろの方とか前からゴーっていう音が高くなってきたなとか、あともっとひどくなって、もうこれはもうダメだなっていう時は本当にガラ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 っていうすごい音が、してきます。ということでですね、これはまずどこについてるかっていうのを、まず、こちらの動画で、ご覧ください。どうぞ。先ほどちょっと言い忘れたんですが、動画の中にですね、車のちょうど後ろのここら辺の分解をしてる動画が、絵柄があったと思うんですけれども、あれはですね、四駆の車ですよね。前輪と後輪を結ぶシャフトが入ってて、一番後ろのデファレンシャルという部品に入ってるベアリングがダメになった時の交換した様子でございます。その時はね、たまたま見てもらったように、こちらの後ろのタイヤのベアリングとそこのベアリングはダメだったという事例で交換したものでございます。それでですね、まず音が鳴ってる時点ではあれ音がするなというくらいなんですけれども、本当にガラガラガラというひどい音がしてきた時は、本当にもういつタイヤがこう外れてもおかしくない状態なんですよ。っていうのも、そのベアリングがダメになってそのゴリゴリするっていうのは、先ほど申しましたように、このタイヤをね、こう抵抗なく回してあげるっていう部品、はい。その部品がダメになると、ベアリングの中の金属と金属が、擦れてしまって、金属摩擦が発生してしまって、最終的にはシャフトごと抜けてしまうと。でタイヤが外れてしまうっていう、すごい危ないことが起きてしまうので、もしね、異音が、なんか変な音がするなということがありましたら、すぐ、行きつけのね、整備工場さんとかに行って、ちょっと音が気になるんだけどっていう話をしていただければ、いいかなと思っております。本当にこれは走ってて、もしそういうことがあれば非常に危ないです。特に高速道路とか、あとそうです、一般道でもそうですね。タイヤが外れるとタイヤだけが走ってってしまって、車より速く走ってっちゃうんですよね。で結局その歩行者に当たってしまったりとか、対向車に当たってしまうと非常に、危険な状態になってしまうので、それを未然に防ぐためにも、なんか変な音がするなということがありましたら、すぐ見てもらっていただければなと思います。ということでね、今日はこちらのタイヤを支えて高回転する働き者のベアリングのお話をしました。